選手に会って、その時ね、はい、お前はね、力は抜群なんだから詰まることを恐れるなって言われたそうですよ、うん、そうですね、まあ、今のなんかは完全に詰まるのを恐れてないですよね、これが最初のバッターボックスの新井のタイムリーヒット、いや前田のタイムリーヒット、前田のタイムリーヒット、ベイスターズが1点リードしています。ファール、カープが1点を追っています。あれ、カープも随分熱心なファンの方ですね。このベイスターズ戦3割8分7厘と打っているこの前田、ナイスチェンジアップでした。あれ止まらないもんですかね、前田という選手はですね、意外にこう統計的なものを重視した山の張り方をするバッターだと思うんですよね、その中で今のチェンジアップというのは少し薄かったですよね、はい、ノーアウト一塁です。センターに上がった、風は追っている、追い風入った、逆転ツーラン、今日はシーソーゲーム、前田16号逆転ツーラン、よしと手を叩いた前田、4対3です。おとといの長崎に続いて今日もホームランを打ちました前田、前田3試合連続16号、これ高めのストライクボール際どいところですよね。そうですね、まあ、ただこの風ですから ね、あそこの高めはね、地に当てられるとホームランに入ってしまいますよね。